全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。うつ病予備軍の過労状態の人、ワーカホリックの人に話を聞くとこんなことを言われます。俺以外にできるやつがいない、私がやらなきゃ誰がやる。その気持ちはわからなくもないです。私もサラリーマン時代は月の残業が100時間を超えるのが当たり前のワーカホリックでしたから、自分がやらなきゃいけない、まずは自分が行動で示さないと誰もついてこない、そんなことを私も思っていました。でもある時気がついたのです。同じ会社の仲間が次々退職しているけど、問題なく仕事は回っているのです。会社は多数の人間で仕事を回しているので、一人がいなくなったくらいでは何ともないのです。普通の会社であれば人の入れ替わりがあるということを前提に仕組みができています。だから誰かが退職しても問題ないのです。もし誰かが退職して会社が回らなくなるのであれば、それは会社の仕組みの問題です。決してあなたの問題ではありません。そんな当たり前のことにすら気づくことができませんでした。よく考えてみれば、日本の総理大臣でさえ数年ごとに変わっていきます。それでも日本という国は問題なく動いていきます。一国の首相が辞めても問題ないのですから、会社からあなた一人がいなくなったくらいでは何ともないんです。だから私は、俺以外にできるやつがいない、私がやらなきゃ誰がやる、なんてことを言っている人にこう言いたいです。あなたがいなくても誰かがやるよ。自分の体が限界だと感じたら、誰かに任せて休みましょう。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。